さんこんにちは、りなです。なつこです。エイティブホグです。今日は私のキッチンじゃなくて友達のなつこさんのキッチンにいます。今日の動画では世界で最も簡単なチーズケーキを作りたいと思います。イエーイ。ちなみになつこは名古屋に引っ越してから結構すぐに会って、食べ物でなんかよく出かけてるよ。なのでなんか一緒にいると美味しいものを食べたくなるから、まあ私は今ダイエット中だし、コロナであんまり外で食べれないから、じゃあ一緒に料理しようという話になって、まあ甘いものが好きだからね、ちょっとチーズケーキにしようかなって思ってた。なので今日は世界で最も簡単なチーズケーキを作りたいと思います。クリームチーズ使うけど、これダイエット大丈夫？ね、私のダイエットは、炭水化物抜きダイエットだから、クリームチーズとかは全然 OK。 あー、わかりました。ただ、今日のチーズケーキだと砂糖じゃなくて、代わりにこちら の粉がエリスリトール、炭水化物が入ってない砂糖になるんだけど、まあ、普通に皆さんはダイエットじゃなければこのレシピを作ってりたいなら普通の砂糖で大丈夫です。スタートしましょう。このレシピに必要な材料紹介します。チーズケーキに一番大事なのは、夏子さん、チーズ。イエス。100点満点。私たちのチーズケーキに使ってるのがクリームチーズです。なんか私だけかもしれないけど、日本のチーズケーキよくなんかめちゃくちゃチーズの味しない？するするする。私はそれが嫌い。なんか日本のチーズの味のチーズケーキが嫌いだから、あのクリームチーズが使ったチーズケーキが私の気に入りのチーズケーキです。はい。チーズケーキを作るって言ってたけど、あのチーズケーキ丸々1個じゃなくて、チーズケーキのこんなあのシリコンのマフィン型に入れたミニチーズケーキマフィンを作りたいと思います。12個を作るにはこのクリームチーズの 450g ぐらい必要になります。チーズパッケージを開けて、これ1個あたり 200g だね。なので 50g から、これをドーンって入れて、クリームチーズってクリームチーズだけで美味しいもんね。そう。そもそもチーズが大好きだから、もう何のチーズでもチーズだけで食べるのが好き。ゆなちゃんは何チーズが好き？カマンベールチーズとか。私も意外となんかブルーチーズとかもサラダに入れるのが好き。そうなんだ、癖のあるやつ。今は 400g プラスこれの 50g。450g かなって感じ。これだいたい 450g のクリームチーズ。でまずやりたいのが、これなんかふわふわに混ぜたいから、ミキサーでちょっとふわふわしましょう。ここは柔らかくなってから混ぜた方がいい。いいかな。めっちゃ飛んだけど。ごめんなさい。はい、夏子さんに質問です。はい。日本人は卵をどうやって割るの？でも角でやると細かいあの殻が入っちゃうから。ああ。平らなところでやるっていうのはなんかどっかで習った気がする。そうなんだ。私の癖は。癖なんだ。ドレッシングとかじゃないんだ。いや、それは分かんない。ちょっとドイツ人がみんなやってるか分からないけど、あの基本的になんかナイフとかスプーンとかを使って、おー、こうやってる。砂糖を使ってるかこれを使ってるか関係ないけど、入れます。私の得意技なんですけど、こういうものは別に何も測らずに目分量で入れる。これぐらいかな。
もう一回混ぜる。はい、混ぜまーす。いいかな。めっちゃふわふわでクリーミーだね。美味しそうでしょ。これにベリーとナッツを足したいからちょっと測らなきゃいけない。3種類のベリー。あ、美味しそうになるね。切れますか。あ、切れますね。あ、そうですね。私左利きだから。ね、左利きなんだね。いやー、無理。切れない。無理無理無理。ね、アシスタントさん、お願いします。はい。はい、ちょっとレシピだったらなんか 40g って書いてあるから倍にしよっかな。入れます。ナッツね、買ってくれたのがくるみとアーモンド。今日袋開けるのが下手だな。あ、開けない。違う、一応あるのに。やばいよ、ルナちゃん。恥ずかしい。ママが、ね、開けちゃいます。ありがとう。成功した。やったやったこのままで入れるとゴツンとなるよ。なのでちょっとナイフで切りましょう。いいと思います。じゃあ、これを入れましょう。どんな感じですか。いい感じで。いいかな。おお、オーブンがなんか温めたね。温まったね。ほぼ終わってるので、はい、タイミングがいい。はい、これミキサーじゃなくて、こうスプーンで混ぜた方が。で、美味しそうに。できてるから今からマフィンに入れたいと思います。はい、でそこは別に何もコツとかない。そう。カメラワークすごい難しいんだけど。いやいやめっちゃ頑張ってるよ。本当頑張ってるよね私。これが来ましたので、オーブン開けてください。熱いから気をつけましょう。で、ちなみにオーブンが180度で、はい。スタート。OK、15分楽しみにしてまーす。20分、ちょっとね、23分とかぐらいを焼いて、今できました。こんな感じになりました。うまそう。これちょっと暗い、真ん中ちょっと白い、でも全体的に美味しそう。はい、じゃあすぐには食べれないからちょっとだけ冷めることを待とう。今からちょっと試食してみよっか。試食しましょう。 OK、 じゃあこれにしよっかな。で、シリコンってまだちょっと温かいね。おお、まだちょっと柔らかいね。ほんと？食べよう。そう、なんか中はなんか柔らかいね。フルーツが多いからかな。いただきます。いただきます。あ、意外とあっさりしてる、思ったより。これはね、あのいくつでも食べれる感じのチーズケーキ。いくつかを食べたら太るよ。やっぱり太っちゃうんだ。これもう一個食べる。うん。ダメでしょ。ダメなの。これ 1日に1個。私はそうだよ。ちょっと今遠慮する。遠慮しようかな。太るって言ってちょっと私もダイエットしなきゃいけないからさ、ね、世界で最も簡単なチーズケーキマフィンが成功しました。この動画が面白かったならぜひ高評価、いいねボタンお願いします。まだチャンネル登録してない方はチャンネル登録お願いします。で、ナッツをありがとう。
ございます。また違う動画で会いましょう。よろしくお願いします。はい、バイバーイ。バイバーイ。